けな、結構やったな。ありがとうございます。嬉しいですわ、ペンシルライダーさんとお会いできて。あのペン、あれ、丸四は極光でしたっけ、名前。いや、栄光です。栄光でしたね、オッケーです。いや、まだ気軽に寄ってくださいね。いろいろ、現役時代の話もあって教えてください。最後にはね、標的機器になってうちのやつも多かったしね、丸四は。でも、解体するとバラバラさんよりもいいかなと思うしね。そうですね、まあ、リモートで標的になったりとかね、はい、そういうのもありましたから、でも、基本一旦飛び立ったら着陸まではできないでしょ、あれは。なかなか、あまり主力が小さいんで。ちょっとエンジンはね、これは何年モデルですか。これですか、2010年です、はい、10年。でも綺麗にされてますね。いろんなね、本傷は言ってますけどね。どうぞエンジンを聞かせてください。いきますね。はい。